ちは、今回は、毛筆の方もね書いていこうと思います。コロナ対策の影響で、お稽古ができないっていうことなので、こちらで少し動画をね撮っておきます。1年生この風というこちらですね。春なのであれかな、春一番とかの吹く方の風だと思うんですが、はい。ではちょっとね半紙が全部ここに収まりきれないんですけど、少し小さめにはなりますが書いてみます。ここ中心線、これね必ずこうね折ってください。ここ折っておいて、真ん中っていうか2文字なのでね、でここにちょうどあるんですよ。見づらいですけど、ここに横の線がありますね。ここにカッ入れるんですけれども、まずはこの辺りこう置きます。必ずこちら向きにこういう風に筆が入るような状態ですよね。ここからこう上がってください。で内側に向かってこう筆の形が今こういうなんかこういうちょっとねじれたような感じになってますけど、ここからこういう風に跳ねていきます。でそのまま上に行ってここですね。でまっすぐで、ここ短いんですよ。結構シャーってこう払っちゃう子いますけど、ここをこのままで、ここからこちらに行ってスーッと右の部屋にあるのはこの1本だけ。それからこういうふうにこの中でちゃんと穂先がこう動いているような感じが見えるといいですね。で「か」の動きっていうのはこういう感じです。それから気をつけるところは、まず上がっていくこと、こう入ってから必ず上がります。これまっすぐに引いちゃうと形変な風になっちゃうので、上がってから次も下に下がるだけじゃなくて、ここ大事ですよ。こう内側に入って止まること、その時のねここの感じとかね、さっきのよーく見てください。筆の動きどんな動きしてたかなって、なるべくこういう風に動画になってる時っていうのは、ね、何度も同じところ見えますから、そういうところを活用してください。で背ですね。背は横の線、一画目が長いですよね。長い線、結構ふわっとしてる線で描きましょう。こうギュッと入れて、これもついてください。しっかりこうこちらからこう入ってますよね。そして筆立てておいて、うーっと長いですよ。これ止める時もお尻しっかり上げてください。そうするとこう下にボコンって出ませんので、代わりにこちら側にこうずっとこうやって置いておくと、じわーっとにじんで、ここにほら溜まってるような感じできますよね。これ自然な感じで、こっちお尻をドンと落とさないこと、これが寝てしまうっていうかついてしまうとね、お尻がついてしまうと、例えばですよ、ちょっと汚いですけど、こうしてこう来てギュッギュッてこうやってやったりすると、こっち側にこう出ちゃいますよね。これが良くないやつなので、こうにならないようにしましょうね。で、2画目です。こう両端、ここね同じように開くようにしたいので、中心線から同じ位置ってこういう風に2画目3画目きたいんですよ。ここから、で2画目が一番高くなりますよね。こう高くなっておいて、少し内側にこうやって曲がってくるような、でこれは頑張って跳ねるような感じではなく、こちらに向かいたいって思うその気持ちだけでいいですから、少しこうなってれば別になってなくてもいいぐらい、こう来てここですね。でこうに来といて、別にこう止まんなくていいですよ。スーッと来ていいんですけど、これがこういう風にギュッとこうなるように。で今言ってたのは、ここの長さ、この長さ、ちょっとこうやって同じように開くと綺麗ですね。でここがこういうラインになってるといいです。で1画目がこう長くて、外形としたら、こんな感じの形ができていればいいかなと思います。あ、濁点をね皆さん忘れないでくださいね。ここね点々打つ時もこう滑らせるようにして、穂先がちゃんとここまで来てるよっていうこの感じをね出してください。こういう風にしてスーッと、こんな感じです。引き方、一けない例で言うとドン、こうやってドン、これあんまり良くないですよね。スーッと必ず中でこう動いてるんだっていうところを見せておいてください。はい、ちょっと全体を一応写しておきましょうか。いけない例も書いちゃったからあれですけど、こんな感じになってればいいかなと思います。「か」はね、ここちょっと難しいですけど、その辺りとこれ、あまり下がりすぎない、下がってくるのもあまり良くないんですけど、これとこれはね、こう対になってるような感じがいいですね。はい、自宅学習ね、頑張ってください。